殺人の疑いで再逮捕されたのは、青森県弘前市の無職、大内瑠奈容疑者、25歳です。大内容疑者は、今年4月、弘前市の自宅アパートで、女の赤ちゃんを出産した直後、赤ちゃんに暴行を加え殺害した疑いが持たれています。赤ちゃんの死因は外傷性頭部出血で、警察の調べに対し、大内容疑者は容疑を否認しています。大内容疑者は、 北斗市の実家の庭に遺体を遺棄した罪で起訴されていてこれまでの捜査で遺体をキャリーケースに入れ新幹線で運んだという趣旨の供述をしています。